後に待っているのは氷水へのドロップキック。するとスクエバスライドクリームバズーカが炸裂。おじいちゃんはコントのような展開に。気をつけて。エンドレスシャンプーは気づくか気づかない。だってでもあんなこうお湯の中にねこうなんで液体ですもんね。分かんないと思います。多分こう一生懸命何あのシャンプーしてても、ね、まあもうこれでお湯流したからもあんなこうお湯の中にねこうなんで液体ですもんね。分かんないと思います。多分こう一生懸命何あのシャンプーしてても、ね、まあもうこれでお湯流したからもう終わり。さあ、マスオト、まもなくゲートインです。さあ、いったー。数々の芝場をくぐり抜けてきたマスオト、断末魔の表情からどんな滑りを見せるのか。さあ、スライダー、さあ、来たー、さあ、それー。押した。そして予選2位通過はこの人、菊池亜美。すいません、先ほど浜川です。すいません、すいません、ちょっと謝罪させてもらっていい。やばい、近い。ちょっと謝罪させてもらっていい。よし、ちょっと謝罪させてもらっていいですか。スポーツ新聞を広げたところで参ります。ザ・出走。
デシベルだよね。出た出た出た出ましたね。何あれ。続いてはキング。お弁当が飯食って。違うアイテムを。大丈夫か。怖い怖い。お弁当が…え？続いてのターゲットは矢部太郎。すいません。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。ターゲットはジャングルポケット斉藤。気取ってコーヒーなど飲みながらやってきた斉藤は一体どんな反応を見せてくれるのか。